6月8日の週、そして15の週、ここの2週間、ちょっと気をつけていきましょう。改めまして、どうも、ハイチです。学校がね、再開されました。コメントとか、皆さんのリプとか読んでいると、まあ、ある程度は想定はしてましたけど、やっぱりクタクタですね。まあ、疲れてると思います。この状況で疲れちゃうのはしょうがないので、ぜひ睡眠だったり休息っていうところ、だから疲れるのはしょうがないから、きっちり休もうっていう、その休もうっていう方にね、ちゃんとベクトルを向けて、体ね、大事にしてください。で、今回はですね、冒頭でも話した、今6月3日に撮ってるんですけど、来週の8日の週、そして再来週15日の週を、ちょっと気をつけてほしいっていう動画の内容を撮っていきます。今まで4月がスタートだったじゃないですか。で、その時はまあ毎年喋ってるんですけど、ゴールデンウィーク、つまり5月のまあ中頃かな、ぐらいに気をつけてねって話をするんです。そこで一気にリズムが崩れ始めます。で、崩れる理由を簡単に言うと、慣れるんですよ。やっぱ学校って言えば新生活が始まって、最初って緊張感があるんで、慣れないんですけど、だんだん人ってどんなことでも当てはまりますが、慣れっていうのが誰になるんですね。そこにつながっていくので、うまくスイッチをもう一回入れ直さないと、なんか崩れていくんですよ。で、なんか崩れてるのが分かってるんだけど、そこに対処をしないんで、ダラ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 っていく。で、大体5月の末、もしくは6月の頭に定期テスト、中間テストが始まるので、そこにうまくリズムが乗せらんなくて、最初のテストに崩れると。で、これもよく話しますが、学年の最初のテストって、まあ、自分の中では一番大事だと思ってます。なぜかっていうと、例えば100人、学年にいた時に、100人の中で最初のテストで70位を取る。そしたら、そこが私の場所なんだって思ってしまうんですね。もしかしたら、勉強してるとこがね、たまたま出てラッキーだったかもしれない。でも、ラッキーだとしても、30位が取れたら、あ、私って100人中この辺の実力があるんだって思うことができます。このポジショニングのイメージをひっくり返すのってすごく大変なんです。まあ、特に下から上に持っていくのってめちゃくちゃ大事なんですね。落ちるの簡単なんですよ。成績なんて。上げるの大変なんですけど、ダイエットもそうですよね。太るの簡単なの。わかる？太るの簡単なの。でも痩せるのって大変なんですよ。それと同じ感じです。で、今回はね、大体の方が6月の頭から再開されました。で、なんで、その次の週とか、翌々週のそんな早いタイミングで気をつけてねって話をしてるかっていうと、めちゃくちゃ今、イレギュラーな状況が起こってますよね。学校のスタートもそう、授業内容もそうですよね。もしかしたら分散登校とかオンライン授業がミックスになってる方もいるでしょう。今までやってきたスタイルが全く違う状況に置かれてます。ということは、皆さんが人生で経験したことのないストレスが今かかってるんですね。で、今までのさっき話したゴールデンウィーク明けっていうのは、どっちかというと慣れっていう方がちょっとネックになってるんですね。そこに疲労も入ってはくるんですけど、今回逆ですね。疲労の方が多分先に先行します。で、来週とか再来週になった時に、もちろんちょっと慣れね、その生活リズムに慣れてきたところもあるんですけど、一気にその疲労がもう、ああもう無理みたいな、なんか気づいた時にふと心がパキって折れる感じになる子が自分は出てくる気がしてるんですね。ただ自分は心理学とかは別に専門にしてるわけではないので、じゃあそれをね、回避するためにこうしとけばもう絶対大丈夫ですよっていうお話はすることができないんですけど、ただそういう風になる可能性がある。特に来週再来週ね、8日の週、15日の週っていうのに、急に例えばなんか朝起きた時にめちゃくちゃ学校行きたくなくなるとか、それはもう心の疲労がキャパを超えてる状況です。そうなった時に、結構真面目な子ってその状況を受け止めらんないんですよ。あ、私もダメだみたいな、そんな風に思っててダメ人間じゃんってなっちゃうんだけど、違うんだって。それはもう疲れてるだけで、もう自分からしたら当然の状況だから、自分を責めないでほしいなっていうのを今回伝えたかったのね。で、もう一個としては、今日ね、朝にツイートさせてもらったんですけど、学生のみんなにテストいつって聞いたんです。で、中間テストが結構カットになってる方も多くて、期末からスタートですと。で、期末スタートも、まあ、バラバラなんですけど、6月、今月の末だったりとか、7月の頭、7月の末って方がいて、まあ、6月だとさ、テスト期間近いんで、正直来週、再来週そんなだれないかもしれないです。来週ちょっと危ないかもしれないんですけど、やっぱりね、テストが、まあ、2週間前の範囲に入ってくると、テスト勉強しなきゃっていう、やることがね、そのターゲットが決まるんで、割とスイッチ入れられやすいんですよ。逆にその7月とかにテストがある方は本当に気をつけてください。そこでリズムを崩してしまうと、おそらく戻せないです。
まあもちろんちょっとまずいなと思った時に戻せればいいんですけど、まずいって落ちた状態だとテストの勉強間に合わないですきっと。でそれすごくもったいないですよ。間に合わないでしょ。でも頑張んなきゃって思ってるけど乗り切れなくて、なんとか踏ん張ったけどちょっと勉強して結果見たら散々だったってへこむでしょ。でさっき言ったように最初のテストでこの位置って順位が自分のポジショニングが決まっちゃうから、イメージが決まっちゃうから、その1年間がもしかしたらうわ無理ってなっちゃうかもしれない。もうそんな生活になってほしくない。だからこそ今は本当リズムっていうところが大事で、もうねみんなは学校行ってるだけで本当拍手なの。本当よく頑張ってると思う。できっと、まあ、学校の先生も今ねなかなか対応が難しいんで課題が結構出ると思うんだよね。宿題これやってきなさいとかプリントやってきなさいみたいな。でそれやるだけでも精一杯、それプラスハイチの授業なんて見てらんねえよって思うかもしれない。さあ構わない、見なくても構わないんだけど、何やってほしいかって課題とかで一日勉強するでしょ。勉強したことがちゃんと自分に身についてるんだっていう確認をして、で確認の仕方っていうのは寝る前に、布団入った後でももうね布団入ろうと思って、風呂入る前に歯磨きしてる時でも構わない。その時に、あ今日何勉強したっけ、今日何覚えたっけって確認するの、思い出すので、その時に思い出せなかったら歯磨き終わったらプリント見に行って、あこれやったんだ、それを覚えたんだって、今日課題をやってちょっとでもいい、全部じゃなくていいから、一部で構わないから、今日はこれを覚えることができた、昨日よりもレベルアップしてるでしょ、覚えたこと増えてるんだから、それを自分で確認して、よくやったね私、よくやったよ俺って思った状態で寝てください。で最後にもう一個だけ、起きたら朝ねバタバタしてるかもしんないけど、昨日の夜何確認したっけ、何覚えたっけを絶対に思い出してください。思い出せなかったらプリントチェック、いい、こんなね思い出すプリントチェックなんて 1,2 分で終わるから、机に座って勉強しろって言ってるわけじゃないんだよ、いい、思い、それだけで構わない。そうやって毎日自分がちょっとずつレベルアップしてる、ちょっとずつだっていいから勉強して前に進めてるんだっていう確認をしてってください。それが自分の小さな自信になります。それがリズムになります。それをやっていくことで8日の週、15日の週 その自分がね心配しているその崩れてしまうリズムが崩れるタイミングを乗り越えるきっかけにはなると思ってますので、よかったら参考にしてみてください。